無双全てを手に入れた男ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。が海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。砲を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくして、しかし海兵矢の強い。
俺は今一緒に海賊に。でまさか縄をほどいてやるから近。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前に逃がしてもらわなくても一ヶ月ここに生きたまま突っ立つ。何が何でも生き延びて。じゃあゾロが捕まった理由って。ええ、そのことでここの基地をあの人噂通りの悪人。ゾロのアゾラの公開処刑は密告後に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが。1ヶ月こらえれば解放す。決めたぞコビ、俺はゾロの仲間。ただじゃん。そん時はそん時だ。よし、ゾロを仲間に誘うぞ。ここから先は立ち入り禁止だぞ。ゼオ、俺はゾロに会うんだ。ゾロのはゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。世間でどう言われてるかは知らんが。知るか。俺はお前を仲間に。そして俺から刀を返して。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくれ。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。Yo!
反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。Thank you.
ツオル、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。You
夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。そいつ身分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。ゾロ、手貸せ。おう、任せろ。頼むぞ。シェルフタウンは結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海実質町を救ってもらったことには一度感謝して、そここの町を立つ。じゃ、行く。ルフィさん、君も仲間じゃないよ。え、待ちたまえ君たち。俺、こいつが今まで何やってたか。ルフィさん、とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど。やめてください。やったな、この野郎。やめたまえ。わざとか。また頼ってしまった。僕を許さ。またせ。僕は海賊にやられた同志は数知れない。大した猿芝居だったな。あれじゃバレても。あとはコビーが何とかする。ルーフィー、ありがとうございます。また会おうな。We'll be right back.